フローラン・ディミトリ・パイエは、フランスのサッカー選手。リーグワンオリンピックマルセイユ所属。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。マルセイユ時代2005年から FC ナントに所属し、12月19日、FC ジロンダン・ボルドー戦でデビューを果たした。2007年、エース・サンテティエンヌに移籍した。2年目でブレークを果たし、代表にも初選出された。 2011年6月28日、リールに4年契約で移籍した。1年目は、エデンアザールや、ジョー・コールらの活躍で、ベンチに座ることも少なくなかったが、2年目に主力が、去ってから、本領発揮。12ゴール12アシストの活躍で、リーグの年間ベストイレブンにも選出された。2013年6月、リールが、ヨーロッパリーグの出場権を逃したこともあり、 オリンピックマルセイユへ移籍することが決定した。マルセイユ1年目は安定感を書き本領発揮とはいかなかったが、マルセロ・ビエルサが監督に就任した2年目にトップ下のポジションで活躍。リーグ戦7ゴール16アシストでベスト11にも選出された。2015年夏、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC に移籍した。 2015から16シーズンは最終的に PF 年間ベストイレブンに選ばれる活躍を見せ自身の持ち味であるフリーティックで印象的なゴールをいくつか決めるなどチームの上位進出の立役者となった翌2016から17シーズン2016年10月のミドルスブラ戦では左サイドから中央に切り込み何人も相手をかわしてゴールを決め このゴールが2016年10月のプレミアリーグ最優秀ゴールに選ばれた。しかしチームは一時は広角圏に沈むなどチームは低迷。また、家族の事情で母国への移籍を希望し試合への出場を拒否した。2017年1月29日、オリンピックマルセイユへ1年半ぶりに復帰を果たした。移籍金は2500万ポンド。 2月8日のギャンガン戦で復帰後初ゴールを決めた。2019から20シーズン、攻撃の軸として、チームを、リード、12ゴール6アシストを決め、リーグ2位、来季の UEFA、チャンピオンズリーグ出場権獲得にした貢献。2020から21シーズン、5月のランス戦で、リーグ1での通算100アシスト目を記録した。同シーズン、 リーグ第2位となる10アシストを決めて、チームに貢献した。フランス代表として、各年代の代表でプレーし、2010年10月9日、UEFA 欧州選手権2012予選のルーマニア代表戦で A 代表デビューを果たした。2015年6月7日のベルギーとの親善試合で、代表初得点を挙げた。自国開催となった。 UEFA ユーロ2016のメンバーに選出され、6月10日のルーマニアとの開幕戦では、同点で迎えた89分にミドルシュートで、決勝点を挙げた。得点後に交代で、ベンチに退く際には、歓喜はあまり涙を流した。同大会では3得点を記録。UEFA ヨーロッパリーグ決勝アトレティコマドリード戦で負傷した影響もあり、 2018FIFA ワールドカップではメンバー入りとはならなかった。フリーキックの名手であり、2016年にイギリスのサッカー専門メディア、コパ90が選定した現役最強フリーキッカートップ5では1位にランクインした。ありがとうございます。